こちらは湯沢町の苗場スキー場の映像です。おととい早朝、山頂部分などがうっすらと白く染まっていました。本当ですね、土曜日は今シーズン一番の冷え込みのところもありましたからね。そうですね。そして今度は紅葉です。標高900メートルほどの山麓駅から1300メートルの山頂駅へ向かうドラゴンドラは見頃のピークを迎えていて、山全体が赤や黄色に染まっています。はい、まあ、この週末の寒さでかなり色づき進んだようですね。そうですね、先週よりもだいぶ色づいている印象ですよね。苗場スキー場によりますと、紅葉はもうしばらく楽しめるということです。ドラゴンドラの営業は来月5日までです。